はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もアーマードコア6をやっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日はアイビスシリーズと戦っていきます。使う機体はこれですね。タンクなんだけども、軽量タンクです。この軽量タンクでいくとアイビスシリーズ結構簡単に勝てます。あれは強かったんだけどね。でもこれにした途端かなり楽勝です。では早速行ってみましょう。それではアイビスシリーズ行きましょう。とにかく張り付いてガトリングを撃ちまくるだけ。 OK。 ちょっと喋りが止まる時もあるかもしれないけど、すいません、まだあんまり慣れてないんです。 OK。 でこの軽量タンクのいいところはあれだよね、一応タンクだから耐久力が優れてるっていうところ、ある程度の火ダメはなんてことないんで、しゃ、OK、落とせる。あー、オーバーヒートした。仕方ないね。いけ。おー、今のは結構食らうぞ。でもここで倒しきる。あぶね、倒しきる。じゃあで2回目いきましょう。 HP はまあまあまあこれぐらいあれば大丈夫かな。2回目も同じくですね、とにかく張り付く、ある程度の距離を保ちながら張り付いてガトリングを撃ちまくって、でたまにミサイル、そういう感じですね。オッケー、行くぞ。いいね。やば、ちょっとオーバーヒートも気をつけながら行きましょう。はい、半分、半分減らすの早いわ。あー、いてててて、当たるかな、大丈夫ね。よし、あぶね、痛い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 。よし、いけるか、いけるね。落ちきった。いや、ぜひね、このね、軽量タンク試してみてください。これね、俺も軽量タンク試す前は全然勝てなかったんですよ。これに変えた途端超楽勝になりました。ぜひやってみてください。ということで戻ってきました。アイビスシリーズには軽量タンク、ぜひ試してみてください。武器はガトリングを両手に持って、で肩に10連ミサイルですね。これが一番向いてるかなと思います。まあ、あのグレネードでもね、一応倒せたは倒せたんだけども、こっちの方が安定して倒せる気がします。はい、ぜひ倒せない方は試してみてください。軽量タンクでいくと余裕です。ではまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。